七クマ先生、バイバイ。また明日ね。ああ、気をつけて帰れよ。俺は神野俊介、霊峰学園の高等部で科学教師をしている。ここはどこぞの御曹司やら御霊嬢やらが通うセレブ学園だ。セレブ校でも高校生は高校生、若い先生に友達みたいに接する生徒はどこにでもいるらしく、俺は特にタメ語で話されることが多かった。天城、お前まだ進路希望を提出してないだろう。担任が困ってたぞ。明日出すよ。彼女は霊峰学園高等部3年の天城かりん。俺が副担任しているクラスの生徒だ。家揉めてるのか？お前のとこ会社やってるんだろ。天城の表情が暗かったので、なんだか気になり聞いてみた。この学校の生徒は親の後を継ぐとか将来が決まってる人が多いので、進路を迷う人は割と珍しいのだ。鋭いじゃん。まあそんなとこ継ぐ継がせないみたいな。そっか、大変そうだな。めっちゃ他人事じゃん。だって一言だもん。ひっと、進路希望なんて適当でいいんだよ。俺だって高3の時に教師になろうなんて思ってなかったし。じゃあなんで先生になったの？教員免許は保険で取ってて、ここの給料が一般企業より断然良かったから。なんだ、聞いて損した。得しかなかったろ。保険かけとくのと、自分が何を重要視するかを考えるのは大事だってことよ。私らみたいな人間はそういう次元で生きてないの。うわー、嫌味なセレブ。そもそも仕事を選ぶ自由なんてないし。え？なんて？なんでもない。さようなら。おう。また明日な。天城の様子がなんだか少し気になった。まあ、悩みがあれば誰かに相談するだろう。セレブ校の教師だけど、俺自身はごくごく普通の庶民だ。生徒たちとは違い、普通のアパートで普通に暮らしている。雨か。さっさと帰ろう。この日もいつも通りコンビニ弁当を買って帰宅しようと、近所の公園を横切っていると。あの制服。遊具のトンネルの中に、うちの高校の制服が見えた。気になって覗いてみると、一人の女子高生がいた。天城？先生。こんなとこで何してるんだ？とりあえずおいで。うん。びしょ濡れじゃないか。何かあったのか？家のことで、ちょっと。家でか？うん。そんなとこ。青春じゃん。何言ってんの？とりあえずうちに来るか？こっからすぐだから。いいの？教師が生徒連れ込んで。安心しろ。俺の好みはグラマラスでミステリアスな年上美女だ。何それ。天城の言うことはごもっともだが、こんな状態の生徒を放っておく方が教師としてダメだろうと思い、とりあえず家に連れ帰った。家に入ってすぐに脱衣所に案内し、バスタオルと俺の部屋着を渡した。これ使え。いいの？風邪ひいたら大変だろ。ちゃんと温まってこいよ。うん。俺は脱衣所に天城を残し、学年主任へ連絡して事情を話した。天城の家には主任が連絡してくれるというのでお任せした。しばらくすると天城の保護者から電話が来た。え、このままですか？ええ、私も家内も娘も頭を冷やした方がいいと思いますので、今日一日だけお願いできないでしょうか。なんと、このまま一晩預かってほしいと言われてしまったのだ。もちろん俺は生徒に手を出すつもりはない。そもそも霊峰がただのセレブ校ではなく名門と呼ばれているのは、教師のモラルの高さも理由の一つで、学力のほか人として成長できるというのが評判でもある。そんな学校の教師だから生徒の親からも信頼は厚いのだが、それでも女子高生の娘任せてもいいのかい？だからといって雨の中生徒を放り出せないし、ということで少し悩んだ末、責任持ってお預かりしますと返して電話は終わった。お風呂ありがとう。うん。お父さんと連絡取らせてもらったぞ。そっか。何か言ってた？今夜一晩預かってくれってさ。向こうもお前も頭を冷やす必要があるって。天城はそれでいいか？うん、他に行くとこないし。
先生には悪いけど。そうか。とりあえず髪乾かせ。その間に飯用意するから。ねえ、先生やってよ。は？髪乾かすの。やって。そのくらい自分でやれ。甘えんな。ケチ。そうつぶやく天城の顔が寂しそうだったのが妙に気になり。はあ、後でセクハラとか言うなよ。え、いいの？お前が言い出したんだろうが。ほら、座っとけ。再び脱衣所に向かい、タオルとドライヤーを手にリビングに戻ると、床に座る天城の頭にタオルを乗せた。なんか照れる。自分から言い出したくせに。髪乾かすの苦手なんだもん。家でどうしてんだよ。親にやってもらってんのか。まさか。いやいや、自分でやってる。うちの親はそういうのしないし。昔はお兄ちゃんにやってもらってたけど。そうか。お前がブラコンとか意外だな。ブラコンってほどじゃ。うち両親が厳しいから、その分お兄ちゃんが甘やかしてくれるの。そっか。比較的クールな天城にも甘えられる存在がいてよかったなんてしみじみ思っていると、インターホンが鳴った。こんな時間に誰だと思いながら出迎えると、お久しぶりです、神野先生。お兄ちゃん。訪ねてきたのは天城司、現在大学2年生で天城かりんの兄だった。うちの高校の卒業生でもある。どうしてここに？父さんから神野先生のとこに泊まるって聞いてさ。ああ、心配だから来たのか。いえ、俺も泊まりたいなーと思ってきました。俺、神野先生好きだし、先生の家に泊まれる機会なんてめったにないし、面白そうじゃん？そう来たか。それに、カリンが母さんと喧嘩したの、俺のせいだからさ。お？別にお兄ちゃんのせいじゃ。とりあえず、ここじゃなんだから上がれ。はーい。司を部屋に招き入れ、俺は簡単な夕食を二人に振る舞った。食事をしながら家出と喧嘩の理由について話を聞いた。実は俺後継ぎ狙ってるんだ。家業大好きなんだよね。天城の家はジュエリーの会社やってるんだっけか。そうそう、俺宝石もアクセサリーも大好きなの。でもうちって女系家族って感じで、代々社長は女性なんだ。だから親はカリンに継がしたがっててさ。それが天城は嫌なんだ。どっちでもよかったの。お兄ちゃんが頑張って勉強してるの知ってるし、私は継ぎたいって思ったことがなかったから。それならお兄ちゃんが継ぐのが一番だと思って。だから親にはっきり継ぎたくないって言ったら喧嘩になっちゃって。大変だな、お家騒動。先生めっちゃ一言すぎて笑う。だって一言だもん。またそういう教師でしょ。もっと生徒の悩みに寄り添ってよ。俺カウンセラーじゃないし、ただの科学教師だし。先生のそういうとこ大好きだわ。お兄ちゃん、ご両親も冷静になりたいって言ってたし、話し合う余地はあると思うけどな。そうかな。何言っても通じなさそうな感じしかしなかったけど。まあ俺はとやかく言える立場でもないし、言えるほどご両親のこと知らないし。またそういうこと言う。ほんと先生のそういうとこ大好き。てかお前、俺のこと好きすぎない？もう。その後もたわいもない話を少ししたりした後、寝ることにした。寝室に布団を敷き、そこで司がベッドで天城が寝ることになった。俺はソファーで寝ていたのだが、なかなか寝つけず、ベランダに出て風に当たっていた。先生。うわ、びっくりした。天城か。どうした、寝れないのか。うん、聞きたいことがあって。俺に？うん。先生は本当は何になりたかったの？聞きたいことってそれ？うん、私家は継がないってことは決めてるんだけど、特になりたいものとかなくて、夢とか目標見つけるのに参考になるかなって思って。参考になるかは分かんないぞ。俺には継ぐような会社もなかったし、
親も結構放任だったしな。それでもいいから聞きたい。俺は天城の真剣な眼差しに負け語り始めた。俺は本当は科学者になりたかったんだ。へえ、科学本当に好きなんだね。ああ、でも研究者になるには金も時間もかかるからな。俺には弟が二人いたから、弟たちの進学のために手っ取り早く教師になったんだ。それだけだよ。科学教師になったのはせめて科学に携わりたかったから。まあそんな感じだな。実際研究者を志していたからこそ今の稼ぎがある。こう見えて高給取りなのよ俺。後悔はないの？夢を叶えなかったこと。あるよ。今でも研究したいと思うことがある。でも後悔なんていつだってあるだろ。え？きっと研究者になっててもどこかで何か後悔しただろうよ。安定した仕事にすればよかったとかな。後悔のない人生を送るなんて難しいもんだ。後悔することは当たり前ってこと？うん、俺はそう思ってる。だからまあうまいこと言えないが、今夢も目標もないからって悲観するな。別にしてないし。そうか、兄貴が夢に立ち向かってるから焦ったんじゃないのか。違わないけど。焦るなよ、まだ高校生だろ。うん。翌朝、天城兄弟は早い時間に家に帰った。学校に行く前に今の気持ちを家族に話したいと天城が言ったからだ。俺はいつも通り準備をして出勤し、いつも通り授業をした。天城はちゃんと話したかな。いや、朝なんて時間ないし意思表示しただけだろうな。うちのクラスでの授業はなかったし、朝のホームルームも俺は参加していないので、今日はまだ天城に会えていなかった。いや、会う必要はないけど、乗りかかった船というか、少し気になるというか。先生おはよう。って、もう放課後だけど。おう、天城。よかった。元気そうだな。何それ。朝まで一緒にいたんだから元気なのは分かってるじゃん。誤解されるようなこと言うなよ。まったくお前ら兄弟は。まあまあ、それよりこれ。天城が突然渡してきたのは進路希望調査票だった。第一希望にはここら辺じゃ有名な総合大学名が書かれていた。親御さんとの話し合い、うまくいったんだな。ううん、今すぐ説得できる材料はないから、大学で目標を見つけられなかったら再度話し合うって方向に持ってったの。とりあえず休戦って感じかな。お兄ちゃんの援護射撃もあったしね。そう報告する天城の顔は晴れやかに見えた。それでとりあえず総合大学か。そう、ここなら入ってからも興味あるとこに転部しやすいみたいだし、当然試験あるけど。そっか、まず悩みは解決したみたいでよかったよ。うん、その多少は先生のおかげだと思うから、ありがとう。お、俺も教師らしいことできたみたいでよかったよ。いや、教師らしくはなかったよ。人生の先輩感はあったけど。ほう、じゃあついでに人生の先輩からの助言だ。今のお前の頭じゃこの大学はギリギリだぞ。これから本気で勉強するんだな。う、頑張るし。その後天城は有言実行で勉強に精を出し、見事第一志望に合格した。そしてあっという間に卒業式を迎えた。今日で高校生も終わりか。学生証は3月いっぱい有効だぞ。そういうことじゃないのに意地悪。事実を言ったまでだ。今月でさ、私たちって生徒と先生じゃなくなるってことだよね。そうだな。じゃあさ、私もお兄ちゃんみたいに先生ん家遊びに行ってもいいよね。え？実はあの日から司はたびたび俺の家に遊びに来ていた。天城も来たがってたけど、教師と生徒なのでプライベートで親しくするのは誤解も生まれるからと断っていた。いいよね、4月からはお兄ちゃんについてくから。まあ司も一緒ならいいけど、妙に懐かれたな。悪い気はしないけど。
そしてあの宣言通り、4月になってから天城は本当にうちにやってきた。兄弟揃って特に勉強するわけでもなく、ダラダラしている。お前らダラダラするならうちじゃなくていいだろ。わかってないな、先生の家だからいいんじゃん。何がだよ。先生眠いの？疲れてる？少しな、昨日は徹夜だったから。じゃあ一緒にダラダラして疲れとろうよ。ほら座って。あ、おい、たくつかさは強引だな。何見る？俺 DVD いっぱい持ってきたんだ。つかさが床に DVD を並べてるのを呆れつつ見ていると、視界が90度傾いた。な、何してんだ天城。疲れてるんでしょ、寝転がった方が休めるかなって。だからってこれはまずいだろう。カリンずるい。お前はなんで羨ましがってんだ。いいじゃん、もう生徒じゃないし、セクハラなんて言わないからさ。けどな。先生、私ね、すでに一個目標あるんだ。は？グラマラスでミステリアスな美女になること。さすがに年上になるのは無理だけど。へえ、あれ、それ前に言った俺の好み、まさか天城。だからこれから覚悟してね。生意気。え、何、何の話？お兄ちゃんのライバルになったってこと。は？先生は俺のだし渡さないよん。お前のじゃないから。たく、何なんだよこの兄弟。兄弟のやりとりに思わず笑みがこぼれた。結局司が適当に選んだ DVD を3人で見ることになったのだが、あ、無理。少しして睡魔に負けた俺は天城の膝を借りたまま眠ってしまった。寝顔意外と可愛い。あはは、本当だな。私頑張って先生のこと振り向かせるから。志半ばで高校教師になった俺だけど、可愛い生徒たちに囲まれて毎日がとっても充実している。そしてそう遠くない未来、俺と天城が付き合うことになるのはまたいつの日か。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画7クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。